日本東京都練馬区豊玉北豊玉北は東京都練馬区の町名。現行行政地名は豊玉北1丁目から豊玉北6丁目。郵便番号は176-0012。北部を練馬、豊玉上、南部を豊玉中、中野区江ご田東部を朝日川丘中野区江原町、西部を中村、中村北と接する。 都営地下鉄大江戸線の練馬駅と新江戸大駅が町内にある。西武池袋線練馬駅は北隣である練馬の町域にある。また、町内には練馬区役所をはじめ、練馬警察署や練馬消防署など公共機関が集中している。町中央部を東西に明治路通りが南北に環状7号線が通っている。2017年12月1日現在の世帯数と、 人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。住宅地の地価は2015年1月1日の工事地価によれば、豊玉北4の25の子の地点で43万6千円平方メートルとなっている。11月の鳥の日に、町内の大鳥神社で鳥の位置が催される。熊手や町鎮等を売る店が出て賑わう。 路線バス長距離、高速バス、練馬区統計所町長別土地面積、気温、降水量の推移、住民基本台帳による世帯数と人口など、練馬区、2018年1月4日閲覧、AB、世帯と人口町長名別、練馬区、2018年1月4日閲覧、AB、郵便番号、日本郵便、 2018年1月4日閲覧、市外局番の一覧、総務省、2018年1月4日閲覧、区立小中学校学区域一覧、練馬区、2018年1月4日閲覧、国土交通省地下工事、都道府県地下調査、ありがとうございます。